こんにちは、ハンドメイド作家のルピナスです。12月プレゼント企画のアンケートで使っているレジン液の質問があったので、今回はご紹介していこうと思います。私が主に愛用しているのは、動画でもよく出てくるこちらのレジン液です。次によく使うのはこちらのレジン液です。レジンを始めたばかりの頃はこちらを愛用していました。手芸品店やパーツ専門店に販売しています。ネットでも購入できます。最後にこちらのレジン液です。100均シリーズの動画でもよく出てきていますが、ダイソー330円で購入できます。今回はこちらのモールドで作っていきます。まずは水玉の結晶からネイルアートをコーティングするので、こちらを愛用していますが、透明度の作品を重視する場合はあまりおすすめしません。販売目的でなければ使いやすいので一度試してみてください。動画では見えづらいですが、気泡がとても潰れやすいので気泡を取り除く手間が省けます。モールドの詳しい作り方は概要欄ファンティストよりご視聴いただけます。ぜひそちらも参考にしてみてください。続いて星のしずくです。粘度がとても高いのでコーティングもとてもしやすいです。気泡は潰れにくいので取り除く手間はあります。このレジン液で最初練習していました。透明感が高い作品はこちらのレジン液を使っています。最後にダイソーレジン液です。主に100均シリーズで使っていますが、コスパがいいので練習で使ったりもしています。星のしずくと比べるととてもサラサラに感じます。気泡はこちらも潰れにくいので取り除いております。はい、硬化が終わりました。シワになることもなく 48W の30秒で硬化できます。続いて星のしずくです。こちらも側面にシワや変形は見られませんでした。最後にダイソーレジン液です。とても見えづらいですが、側面にシワができてしまいました。硬化時にたまに変形が起きることがあります。以上、レジン液紹介でした。皆さんのおすすめもぜひ教えてください。これからも使いやすいレジン液を探していきたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。インスタグラムもしているのでぜひ遊びに来てください。